おかえりなさいませ。ええ、ワイ学園、ようやく。チンペク、早く早く！なんだよ、マタロウ。つうか、ここ2年生の教室だよな。ラント君のクラスだっけ？わざわざ呼びに来たの？そんなことしなくたって、FST になったらみんな集まるじゃない。違う違う、そうじゃなくて転校生だよ。それもとびっきり美少女の転校生。確かに綺麗な人、しかもすごい人気ね。でもマタロウくん、よくそんなこと知ってたね。学年も違うのにな。今朝ね、下駄箱のところで偶然見かけたんだ。あまりの美少女だったからクラスまでついていっちゃった。それで転校生だってわかったんだよ。名前は七雲空河先輩。名前まで。だから今日遅刻しそうになったんだね。一緒に登校したのに変だと思ったんだよな。何やってんだか。お前たち、ここで何をしている？ここは2年の教室だぞ。おお、会長！こんなところに来ても、YSP クラブとして有益な活動はできんぞ。いや、だってマタロウがさ。あの、霧隠れくん？何か？学園内のこと教えてほしいんだけど、案内してもらえるかな？いいだろう。これも生徒会長の務めだ。ありがとう。早速お近づきになれそうなチャンス来た。はいはい、そういうことなら僕たちもお手伝いします。え、気持ちは嬉しいんだけど、できればラント君と二人きりで。そうだな、全員で案内した方が君も早く学園に馴染めるだろう。なら一度メラ先輩たちと合流してからここに戻ってこよっか。おう、それでいいぜ。じゃあ私は教室の中で待ってるね。ああ、準備ができ次第声をかけさせてもらう。よし、頑張るぞ。また後でね、空河先輩。うん。
どうかしら。にかかればこれぐらい余裕だ。ボケてる顔面ぶつけちまえ。おい、聞こえてるぞ。ちょっとちょっと、二人とも喧嘩しないで。追いかけっこするならデータになるし、ブーツ履いてね。ふぶきさん、場所をピックアップしておいたの。生徒会プレジデントルーム、風紀タワー、Y研の3カ所だよ。じゃあよろしくお願いします。そういえば空花先輩、なんで Y研のこと知ってるんですか？秘密の研究室って話じゃなかったっけ？噂で解体騒ぎもあったからな。噂になってしまったか。なるほど。ママだよ。行くですね。転校生の希望で生徒会プレジデントルームは、生徒たちがもし何か困ったことがあったら会長や私たちに遠慮なく相談するといい。こんなところだろうか。なるほど、困った時は生徒会に言えばいいんだな。じゃあ私も何かあったらラント君に相談しようかな。ああ、些細なことでも遠慮なく言うといい。だったら俺も。会長、実はすごく困ってるんだ。何？どうかしたのか？俺の中の熟女愛が大きすぎて、どうしていいかわからないんだ。心配はいらん。それはお前の数少ないアイデンティティだ。
転校生に売券の案内を。君どこかで。あ、いや気のせいかな。売券は学園最高の頭脳を集めたアンダーグラウンドクラブだった。風紀委員会に解体させられるまではね。主任研究員だった熊子さんも退学に追い込まれてしまったんだ。以前は YSP ウォッチを開発したり毎日研究に励んでいたんだけど、今じゃ僕を含め少ないメンバーで細々と活動している感じだよ。どう？参考になったかな？これが今の売券。我々もサポートはしているが完全な再建とまではいかないな。熊子さんの代わりができる人なんていませんしね。そういえば会長とあの人って仲良かったよな。仲がいいというのは不適切だ。以前からの知り合いというだけだ。クリスネフフ。転校生に風紀タワーについて教えてほしいと。いいでしょう。我々の活動を知ってもらういい機会です。風紀タワーは我々風紀委員会の拠点。日々監視の目を光らせています。もし学園の風紀を乱すようなことがあれば、風紀委員と学園ポリスが出動します。そういえば先ほど気になる報告が上がっていたような。とにかく Y 学園の生徒としてふさわしい生活を送ってください。以上です。敵のテリトリーに入るというのはやはりちょっと緊張するね。敵ですか。君も気をつけた方が。これで行きたいって言ってた場所は全部回れたんじゃね。うん、おかげで学園のことが少し分かった気がする。案内してくれてありがとう。あー、この天使のような微笑み、やっぱり押せる。七雲空間。あれ、さっき会ったやつじゃん。どうしたんだ。学園ポリスを束ねる者としてあなたの身柄を拘束します。なんだと。やい学園ポリバケツ。なんで学園ポリスね。あなたのせいで男子生徒の風紀が乱れ、このままでは暴動が起きかねません。風紀委員会としても見過ごすわけにはいかないのですよ。いくら彼女の人気がすげえからって横暴にも程があるっしょ。
メ。ここで連れて行かれたら私の正体がバレちゃうよ。ふん、くだらん。そのような暴挙許すわけがなかろう。邪魔をするというのならこちらも容赦はしません。やれ。空花先輩は俺たちが守る。どっからでもかかってこい。上昇をさらうとか。ポリスどころか悪党じゃねえか。どうい、全く美しくない。それごと空気を逃がす輩を、我々の力を思い知りなさい。うわ、宇宙人。この辺りが死ぬんですか。この場は引いてあげましょう。空花先輩、怪我はありませんか。うん、大丈夫。ありがとう。そこそこ実力をつけたみたいね。風紀委員長。けど旧大典にはほど遠いってとこかしら。どういう意味だ。さあ、それで私をやっつける方法は見つかったの。私にはあの掃除機みたいな装置は通用しないわよ。なこと分かってるっしょ。あれれ、もしかして何にも思いついてないの。案外大したことないのね。なるほどね、七雲さん。あなたがどういう人なのかようやく分かったわ。風紀委員長、来る星なゆさん。はあ？あなたの正体、それは機械で作られた存在、アンドロイドよ。何？アンドロイド？こんな可愛い女の子を捕まえて、それはないんじゃない？あなたの体からアンドロイド特有の微弱な電波を検出したの。その体が操縦されるものである限り、受信する電波は隠すことはできない。すげえ、マジか。もしかしてバレないと思ってた？案外大したことないんですね。ち、うざ。まあいいわ、今日のところは退散するとしましょう。あ、逃げた。空花先輩、本当にすごい。まるで粉っぽいみたいでしたよ。七雲空か、まさか。あのね、私もエイリアンを倒したい。なぜだ。今はまだ言えない。でもお願い、私を生徒会に、そしてあなたたちの仲間に入れて。わかった。ニューヒロインの参入、来たー。あんだけ切れるんだったら仲間としても心強いっしょ。よっしゃ、これからよろしくな、空花先輩。ありがとう、絶対役に立ってみせるから。なんとかクマ子だってこと気づかれずにみんなに交流できた。で、どうすんだ会長。敵の行動もより大胆になってきている。ここらでエイリアンどもへの対策を強化する必要があるだろう。そういえば宇宙人が出てきた後でも記憶を消されなくなったね。てめえの存在を隠すより目的の方を優先してくるようになったってことだな。しかし肝心の目的がわからない以上、こちらはいつも後手に回ってしまうね。
そこでだ。七雲さんには生徒会が集めた奴らの情報を分析してエイリアンに関する新たな手がかりにつなげてほしい。空花先輩の生徒会としての初仕事ってことですね。頼めるか。もちろん、必ず何か掴んでみせる。でも空花先輩、風紀委員会にマークされてますよね。あのホリスとかいうやつだっけ。単独行動まずくね。ならさ、みんなでやろうぜ。そしたら安心だろ。そうだ、七雲さんに限らずなるべく固まって行動した方が良さそうだ。みんな、じゃあ僕からも一個朗報っていうか、ノーズがそろそろこっちに合流できそうなんだよね。本当ですか？学園マフィアのボスが加わってくれるなんて。これ以上ない戦力アップだね。ただ聞いた感じだと面倒なことが起こってるっぽくって、それを片付けたら合流するって言ってたっしょ。なら、その問題も私たちで解決しちゃいません？だな、その方が手っ取り早いだろ。私は三つまたぎ軍用の2本目のバイパーコネクタを作っておくね。何？可能なのか？うん、さっき千秋くんに見せてもらったけど大丈夫だと思う。まさか空花先輩ってバレたかな。ものすごく頭がいいんですか？美少女の上に頭もいいなんて、空花先輩超絶押せる。ではエイリアンのデータの分析、それと学園マフィアの問題の解決、この2つを最優先事項とし、その後ワイケンの本格的な再建に取り掛かる。ここからいよいよ我々の反撃の始まりだ。面白くなってきたぜ。見てろよ宇宙人。学園ジョブを機械オタクにしちゃった。何か問題なの？吹雪さん、だって機械オタクの美少女は私のアイデンティティなのよ。これはまさに学園のアイドル存亡の危機よ。はい。生徒会の初仕事、頑張らなくちゃ。焦りは失敗を招く。肩の力を抜いて臨んでほしい。そうだよ。うん、それもそうだね。ブルポン初期形態を見習えばいいんじゃないか。スライムのように柔軟にということだ。スライムに肩はないから
力の入りようがないだろ。ああ、そういう意味。よし。
よ。はい。やっぱりこの場所はいいわね。落ち着く。ひゃー、なんだここすっげー寒いじゃん。あいつらなんでここに。ああいいサボり場所だったのに、もう来れなくなっちゃうじゃない。ま、仕方ないか。おーい UFO、 あと適当にやっといて。私は気分悪いし帰るから。うわー、何が起こったの。上だ。宇宙の塵になるがいい。ラント君、すごい。ラント君パワーアップしたんだね。やるじゃんか会長。安心するのはまだだ。エイリアンどもを倒すぞ。おい滅せよ。Oh!
空の嘘。いないみたいだね。 UFO もどっか行っちまったな。奴らのことだ。何らかの計画を実行中だったに違いない。じゃあ僕たちその計画を未然に防げたってことだよね。空花先輩がここを突き止めてくれたおかげだな。そんな、私は何も。なあ、もう帰ろうぜ。しっかり体冷えちゃったね。今日は助けられた。うん、ラント君の役に立ちたいと思ってたのに足手まといになっちゃってごめんなさい。足手まといなんだよ。そんなぷよぷよした体で宇宙人と戦えるとでも思ってんのか。結局ラント君に助けてもらってこんなうちじゃダメだ。私たちも帰ろっか。風邪ひいちゃいけないし。戻るぞ。ラント君におんぶしてもらうなんて。そういえば前に一度だけ足をくじいてラント君におんぶしてもらったっけ。あの、聞かないの私のこと。何を。別に。お前軽くなったな。うちがクマ子だってこと気づいてくれたんだね。嬉しい。泣くな。うちやっと戻ってきた。そこにいるだけで幸せな場所に。
よ。行くですね。あと100円か。こいつをどう使うか。何何？自販機の下から100円見つけたのか？そうそう。あ、お。さすがの学園マフィアも怪奇案件はお手上げみたいだね。でもなんで急に体育倉庫に音量が出たんだろう。キラキラして楽しそうだから寄ってきたんじゃないか。そんなわけないでしょ。実はちょっと前から気になってたんですね。おでもキラキラしててワクワクするぞ。ほらな、まさかの有力説ですね。Thank you.
ほう。うん。お前たちのおかげで助かった。これで心置きなくスネークスを離れることができる。いいってことよ。でもチームの問題を放っておけないなんて、三つまたぎくんも優しいところあるのね。優しいのとは少し違うな。仲間を放っておくことなどできない。俺が学んだ帝王学とは違う俺なりのボスの哲学だ。学んだの？帝王学。みんなには話しといた方がいいんじゃね。仲間になるならそういうのも大事っしょ。お前がそんなことを言うとはな。だがそうだな、あまり面白い話じゃないかもしれないが。聞こうじゃないか。俺の親はいわゆる上流階級と呼ばれる人間だった。父は俺に帝王学を学ばせ、人の上に立つべき人間だと教え込んだ。俺はそんなもの望んじゃいなかったのにな。あんた金持ちのボンボンだったのかよ。意外だぜ。せっかくできた友達もふさわしくないと親から遠ざけられた。それでもそんな俺に初めて親友ができたんだ。親も認めてくれたその親友は俺の大きな心の支えとなった。だがそいつは母から金をもらい、友達のふりをしていただけだったのさ。それは何というか随分な話だね。ああ、我が親ながら嫌気がさしたよ。息子の世話ですらも金で解決しようとしたんだ。親としてろくに相談に乗ってくれたこともないというのにな。そんなことが。だからだろうな、助けを求める部下たちを投げ出してここを留守にするわけにはいかなかった。
放っておかれる者の辛さを俺は誰よりも知っているからな。だから俺は俺のやり方で人を従わせボスの座についたんだ。だから俺はその責任を。なんだ、やっぱりそうか。兄貴、ノーズ先輩ってさ、なんだかんだ言って友達欲しいんだよな。何？学園マフィアとか言ってみんなでつるんで泣いたり笑ったりしたかっただけだろ。自分と同じようにはみ出した連中を。だから俺は。ああそうさ、この寂しんぼさんめ。けど今日からは俺たちが一緒だぜ。バカなこと。いいだろう、俺もお前たちの仲間として行動を共にさせてもらう。よし決まりだ。まったく、妙なことを言ってるはずなのに人の心をつかむんだから。それが兄貴ってことだろ。やっぱすげえ人だぜ。話が長くなったな。世話をかけるが改めてよろしく頼む。ああよろしくな、ノーズ先輩。あ、そうだ、三つ畑くん、これ2本目のバイパーコネクターじゃん。もう作ってたの？ありがたい、足を引っ張りたくはないからな。早速変身してみちゃうどうだ。うん、試してみるか。変身。タイガのうねりは運命となる、ザ・バイパー。おー、やっぱかっけー。もういきなり襲ってくるのはなしだよ。そんなこともあったな。安心しろ、俺がなぎ倒すのは俺たちの敵だけだ。オリジナルの構造をもとに私なりに作ってみたの。性能は同じはず。そうか、では存分に戦えそうだな。頼りにしてるよ、ノーゼ。ああ、任せておけ。嬉しそうだったな。ニコニコだったね。みんな
ワイケン必ず復活させようね。もちろんです。クウカ先輩、いつになく気合入ってますね。そうかな。気合を入れすぎて空回りしないことだな。ねえ聞いた？今度宿舎で出るデザート、チョコレートフォンデュでしょ。すごく楽しみだね。超高速で今夜でデュエット。七雲さん、ありがとう。どうだよ。
いや。うん。ねえ。うん。うん。なるほど。かな。行くぜ。ちょっと。ええ。はは。いろいろと協力してくれて助かったよ。おかげでこの通り、以前いたメンバーも戻ってきたんだ。外見の再建ももう目前だな。おめでとうございます、ヒロノさん。ありがとう。ところで、みんな集まって何か始まるんですか？それがさっき連絡があって、クマコさんが到着したみたいなんだ。今、七雲さんが呼びに行ってくれてる。クーカ先輩とクマコさんって知り合いだったんですね。みんなお待たせ、クマコさんを連れてきたわ。それではご登場いただきましょう。クモ池クマコさんです。皆さんお久しぶり、うちがクモ池クマコです。は？何言ってるんですか、クーカ先輩。クマコさんはどこに？ついていけない皆さんのために、この記録映像をご覧ください。クマコさんだ。皆さんご存知の通り、うちは Y 学園を退学になりました。けど、あの時決めたんです。いつか絶対に Y 学園に戻ってくるって。うちのまんまだと戻ってこれない。だから別人にならなくちゃと思ったの。まさか。そう、七区のクーカは風紀委員会の正体がバレないための仮の姿。苦しかったけど、必死に運動して全ての脂肪を燃やし尽くし、オリジナルのダイエットマシーンで体質さえも変えることに成功した。うちは本当は雲池クマコなんです。いやいやいや、骨の形全然違うし。
雲池くま子ってあれだろ。ぽっちゃりしてて、メガネかけてて、食いしん坊でフードファイターのあいつだよな。フードファイターじゃない。何気にディスってるし。くま子さん、本当にくま子さんなんですね。今まで黙っててごめん。くま子さん、お帰りなさい。ただいま。これからはみんなずっと一緒だから。風紀委員会にバレたらまずいから、このことは内緒ね。はい。そしてうちが Y 研に戻ってきた理由は、新型の YSB ウォッチを開発するため。アルティメットレボリューションウォッチ、略して UR ウォッチよ。そそる名前の新ガジェット。それってどんな性能なんですか。これまでよりも革命的に容量が大きくて、はるかに強力なパワーを発揮できるわ。エイリアンとの戦いもかなり有利になるはず。実用化の目処は。まだ何とも言えない。だけど完成までの道は見えてる。だからもう少しだけ待ってて。うちが Y 研のメンバーが必ずラント君たちを勝利に導くから。頼む。なんだか光が見えてきたね、純平くん。 UR ウォッチか、楽しみだぜ。またぎ先輩も仲間になったし、ヒーロー大集結な感じで上がる。問題は次の一手だね。どうやって風紀委員会を追い詰める。くるほしなゆを操ってるっつうやつを見つけりゃいいんだろう。一人一人てめえ宇宙人がこらって聞いてみるか。正直に、はい宇宙人ですとは言わないんじゃないですか。なら体育館に全校生徒を集め、目をつぶらせて質問するのはどうだ。なんて聞くの。誰にも言わない。この中で自分が宇宙人であるというもの。宇宙人、そんな素直じゃないと思いますよ。なんかいい方法ないのか。こう、バシッと解決できるや。それなんだけど、みんなに使ってもらいたい秘密兵器があるの。お、何？何？どんなの？ Y 研のみんなと一緒に作った N ビーコンという装置よ。N ビーコン？ベーコンの親戚か？そんなパンに挟む食い物でどうにかできるもんなのか？違うから。この N ビーコンを使えば、宇宙人が出す特殊な波長 N 波長を検知することができる。 N 波長？それってもしかして長い話の野々村課長。野々村課長って誰？つまり学園内に潜んだエイリアンを見つけ出せる装置ということだな。うん。どうやって使うんだ？Y 学園の全校生徒が必ず通るところに設置するの。そうすれば全員をチェックできるから、誰が宇宙人か割り出せるはず。全校生徒が通るところか。だったら校門から校舎までの道とかどう？そうですね、あそこならみんな通るかも。じゃあ校門前と校舎前、この2カ所に設置しましょう。よし、この装置を使って黒星なゆの本体を突き止めるぞ。こんなもん作っちまうんだから、Y 研のやつらも大したもんだぜ。 N ビーコンを応用して
生徒会を検知する装置を作れないだろうか。何に使うんですか。ふっくらこの裏取引現場を抑えられなくなる。聞いているぞ。の、しまった。そもそもふっくらこって裏で取引する必要あります？バカなこと言ってねえで、とっとと NB コン仕掛けようぜ。Nビーコン設置完了だね。計測結果が出るのは明日か。特にやることもなければ早めに宿舎に帰ってもいいかもな。行くですね。お帰りなさいませ。お帰りなさいませ。ええ、
おかしい。それらしい反応が検知できてない。え？なんだよ、壊れちゃったのか？ううん、動作は問題ないみたい。風紀院のホリスには反応したから。だったら、なんで他に反応がないんだろう。こうなり怪しい奴に片っ端から聞いてくか。そんなことしても宇宙人に警戒されるだけだから。じゃあどうすんだ？いって、ちょ、気をつけろよ。ごめんなさい。何もないところで転ぶとか、君、宇宙人じゃね？すみません、ちょっと寝不足なんです。私、天体観測部なんですけど。今日はお泊まり観測の当番で夜遅くまで準備してたから。転んだだけで疑わないでください。 NB コンも反応してないんですから。あれ、何か落としましたよ。キャッ。あ、それ僕のだわ。お、ヘビのキーホルダーじゃん。そういえばいつも持っていたな。私、爬虫類が苦手で。あ、マジか。失礼します。で、ベーコンは焼いた方がうまいって話だっけ？ NB コンの反応がなかったって話だ。ああ、そうだった、そうだった。今日、風邪とかで休んでる生徒が宇宙人だったりしないのかな？そう思って、昼休みに宿舎で確認したけど、誰にも反応はなかったの。なら、クルホシナイの本体は、生徒じゃないとかか。もしかして、教師の中にいたりする感じ？でも、先生たちも絶対ここを通っていきますよ。そうか。そういうことだったのか。どうしたの？古本。これは実に粉っぽい。これは名探偵粉っぽいモード。何か分かったのか？全ての生徒が通学路を通る。みんなパワー。どういうこと？生徒でありながら通学路を使わない人物が一人だけいる。その人こそが宇宙。え、誰だ誰だ？それは大王子エマさんです。エマさんが宇宙人？それはさすがにないんじゃない？いや、僕の目に狂いはない。犯人は彼女です。そもそも学園長の娘にしては可愛すぎる。あー、それはちょっとね。どう
したんですか皆さん。ねえ、マタロウくん、やっぱり違うんじゃない？エマさんは一般生徒の住む宿舎ではなく、学園朝廷から通学しています。校門前、校舎前の NB 校に反応が。エマさんが宇宙人で間違いありません。え、私が宇宙人？そんなわけないじゃないですか。いやいや、しらばっくれても無駄だ。 NB 校の反応を見れば一目瞭然。反応は、え、嘘。マタロウさん、私が宇宙人だと思ってるんですか？ひどい。違う。違うに決まってます。やっちまったな、マタロウ。これは完全に彼女に嫌われたね。ごめんなさい、エマさん、調子に乗りすぎちゃいました。エマさん、話には聞いていたが、こいつがエンマ大王か。目の付けどころは悪くない。だがよく考えてみろ。通学路を使わない生徒というより、通学路を毎日使うわけじゃない生徒もいる。そして奴らが宿主とする者は一人とは限らない。それってと…わかりました。パパには内緒にしてあげます。え、宇宙人だって疑ったことですよ。誰しも間違いはありますから。エンマ大王の声はエマには聞こえていなかったということか。ではまた。つまりどういうことだ？通学路を毎日は使わない生徒、そして宿主は一人とは限らない。そうか、そういうことだったんだ。今度こそ真犯人が分かったよ。誰なんだ？宇宙人の本体がいるのは天体観測部の部室だ。天体観測部って、千秋君とぶつかったあの子かい？だがあの女子からは NB コンの反応はなかったぞ。そう、あの時点ではね。天体観測部はデータを記録し続けるために毎日部員の一人が部室に泊まり込むんだ。もし宇宙人がその日当番の生徒に毎日乗り移り続ければ、 NB コンには引っかからない。やるじゃねえか、マタロウ。たまたまだけどね。そういえばあの天体観測部の子、今日が当番って言ってたわね。はい、今あの子の中には宇宙人の本体がいるはずで。行って確かめよう。ああ。天体観測部の物質ってどこにあるの？確か本校舎5階の北側。SP クラブの部室の近くです。マジで？妖怪カモノハシってやつだな。それ言うなら東大元。クラシじゃね？お客様ですか？今夜は星が綺麗に見える日なんです。よかったら一緒に見ませんか？これが本当に宇宙人か？キャラ的にはだいぶかけ離れてるね。私たちは星を見に来たんじゃない。
君が宇宙人かどうか確かめに来た。え、エレナが宇宙人？そんなわけないじゃないですか。おかしな人たちですね。僕たちの勘違いなのかな。 NB コンの反応は？激しく反応してる。間違いない、彼女は宇宙人よ。それ何ですか？これは N ビーコン、宇宙人が発する特殊な N 波長を検知する装置よ。そんな装置信用できませんよ。だって私本当に宇宙人じゃないですもん。その子の言う通りしょ。疑って悪かったね。彼女の言うことを信じるのか？お詫びにこれあげるね。何ですかこれ？それはね、お前が宇宙人だって証拠。この蛇のキーホルダーが？前に会った時はそれを触るのすら怖がる大の爬虫類嫌いだったのにな。ああ、そういやそうだ。それが克服できた理由は一つだけ。何者かが乗り移って別人になってるってことしょ。宇宙人さん。ああ、残念。バレちゃいましたか。あ。こうなったら皆さんのこと、消すしかないですね。では、やはり貴様が。天体観測部にいると、いろいろと便利なんですよ。更新もしやすいし、UFO が近づくのとか、黙っておけるじゃないですか。なんて奴らだ。じゃあ、せっかくだし、改めて自己紹介させてください。ある時は、風紀委員長、クルホシナユ。またある時は、オタク系ジミッコ天体観測部員、田中雅子。そして、今現在は、天然系ブリッコ天体観測部員、天海エルナ。ということで、よろしく。宇宙人って分かったら、やっちゃうしかないっしょ。待て、ここで戦闘になれば、広範囲に被害が及んでしまう。じゃあどうすんだよ。生徒会長らしい優等生発言ですね。なら、こういうのはどうですか？キャンプエリアの先に広場ありましたよね。あそこで仕切り直すんです。何を企んでるの？別に、ただ。いいだろう、その誘い。そうこなくっちゃ。ついに尻尾をつかんだな。もう逃がさねえ。一気に決着をつけてやるっしょ。どうする、うちの連中を集めるか。逃げずに来たんですね。えらいえらい。そちらも小賢しい罠などは張っていないようだな。どういう風の吹き回しだ？もしかしてピラミッドのこと言ってます？ワンちゃんと一緒にしないでほしいな。罠っていうのはね、手強い相手を出し抜くために使うんだよ。どういう意味だ？僕たちのこと罠を張る必要もないくらい弱いって言ってるんだよ。
何？じゃあ俺たちが本当に弱いのか、その目できっちり確かめてみろよ。何？いきなり私に相手してもらえると思ったんですか？そんなわけないじゃん。せっかくのエルナの初お披露目なんだから、もっと盛り上げてもらわないとね。こんな奴らいくらでも蹴散らしてやるぜ。なんか敵の雰囲気今までと違わない？なんであろうと打ち果たすまでだ。僕たちじゃないよ。やるときはやるんだから。おお、パチパチパチ、みんな強い。どうだ、このくらい楽勝だぜ。次は貴様の番だ。覚悟するがいい。もう勝った気でいるなんて、ちょっと調子に乗りすぎじゃないですか。エルちゃん、どこだ？うわぁ！何？何が起こってるの？分からせてあげる。あなたたちが一体何を相手にしているのか。なんだと？よーく見ててね。ミラクルプリズマ！変身しただと？魔法少女系変身キャラ爆誕！上がる！いや、喜んでいい流れじゃないでしょ。気をつけろ。この感じ、これまでの奴らとは比べ物にならない。それがどうした？どんな強敵でも真正面からぶっ倒す。今までだってそうやってきただろ。陣平くん、まだよくわかってないんだ。でもいつまでそんなこと言ってられるかな？うわっ！なんだこの威力は。そんな、たったあれだけで。ちくしょう、やられてたまるか。何その目、なんか嫌な感じ。嫌なの嫌なの飛んでいけ。陣平くん逃げて。やらせないよ。ジンペイ、しっかりするぞ。おら、シャキッとしろ。お前ら。ああ、もううるさい。
みんなまとめて飛んでっちゃえ。なんだお前ら、ミケッ。キーケケケ、揃いも揃って間抜け面並べやがって。ミケッティオだと、エンマダイオが言っていた。あの、あれ、バケーラたちは。いきなり割り込んできて何って。うるせえな、てめえで考えろ。ミカ、こいつ態度悪いけど、この三色猫ちゃん、ちょっとヤバそうな力持ってるみたいね。三色、お前殺されたいらしい。おい、バケーラたちをどこにやったんだよ。ああ、なんだそりゃ。つうか、お前らさっきから舐めた態度ばっか取りやがって。俺様は史上最強の猫妖怪、ミケッティオ様だぞ。わかってるのか。おい、あまりあいつを刺激するな。え、こいつら。ああ、なんか予定狂っちゃった。私のお披露目イベントだったのに。いいわ、今日は見逃してあげる。ちょっと興味も湧いてきたしね。じゃあみんな、またね。おい、こら、待ちやがれ。なんだ。バケ。あ、あたいら、どうな。確か、ジンペイ君をかばって戻った。なんだこれ、わけわかんねえ。でも僕たち、助かったのかな。死ぬかと思った。僕も足がガクガクだよ。いくらなんでも消耗しすぎた。今日は早めに休んだ方が良さそうだな。しかし、エイリアンがあれほどの力を持っていたとは。あんなのに勝てるのかな。僕、自信なくなってきちゃった。お帰りなさいませ。
ええ。聞いたか、アマミエルナの件。うん。クルホシナユに代わって風紀委員会の委員長に収まったって。我々も早く奴らに対抗できるだけの力を手に入れなければ。それで UR ウォッチの開発進捗は？ベース部分の開発はほぼ終わってる。あとは最終調整だけなんだけど。何か問題が？最後のパズルがどうしても解けないの。何かのきっかけさえあれば解明できそうなんだけど。そうか。その未完成の UR ウォッチだが、私が預かっても問題ないか？え？いいけど使えないよ。構わない。わかった。じゃあラント君に預けておくね。でもどうも胸騒ぎがするんだ。なあ、今日どうする？一度部室に集まらない？今後のことについて話し合った方がいいと思うよ。アマミ・エルナも動き出したみたいだしな。まったく、とんでもない相手が現れたものだね。こっちがムズムズ。この…なんか体が変な。どうしたんだ？みんなことす。うわっちょ。キッパ。いけない。お前、ミケッティよ。おいおい。ま、そうか。やっとわかったぞ。俺様の3つに分かれた体をやっと元に戻せたと思う。どうやら俺の体はある人間と接触し、そいつに心を開いてしまったようだ。そのせいで体が再び分離したがっている。お前がいると俺が完全復活を遂げられないではないか。そういうわけでお前には消えてもらう。俺せいぜい泣き叫べ。その方が俺様も楽しいからな。どうだ、俺様のルックスから来る圧迫感。アップルパン。恐怖。豆腐。
絶望。マンボ。全然違うだろうが。ふん、まあいい。早速死ね。そうだ、今こそあれを。これは俺様を長いこと封印してやがったあの首輪か。おい、あれって確かミケッティを制御するためのもの、そういう話だったな。おお、そんでどうするんだ。どうするんだろう。ちょ、クーカ先輩、そんなこと言われても。なんだ、使い方知らねえのかよ。ビビらせやがって。俺様の爪で引き裂いてやる。おい、ヤバくねえか。確かこいつ最終兵器みたいな扱いだったよな。どう考えても勝てねえだろう。ああ、ここは引くぞ。引くってどこに。病院の裏にある森は木に紛れればそう簡単には見…よし、とにかく…逃げる虫け…いきなり現れた。聞いていた通りのやつだ。世界を滅ぼす邪悪な力だ。とにかく神聖君を守らなきゃ。病院の裏にある森まで急ごう。来れば大丈夫だよね。それにしても厄介な奴に目をつけられたね、仁平くん。くそー、いきなり何なんだよあいつ。エンマって人の話だと、あいつが私たちの切り札。あんな危険な奴どうやって味方にしろっていうの。かなり難しいんじゃないかな。現に命を狙われているわけだ。こんなところにいたのか。嘘、もう追いつかれたの。けけけけ、なかなかいい表情をするじゃないか。その顔、もっと恐怖で歪めてやる。タイムバイ。俺様が完全な俺様になるために死ね。うるせえ。なんだ、体が動か。やらせねえぞ。あれはジッペ君、ここは僕たちが、この隙にどこか遠くへ。今のうちに逃げるんだ。って言われてもどこに逃げればいいの。海は商業エリアのピンチ。猫は水が苦手って言うでしょ。分かった、海だな。おっしゃ、着いたぞ。ここなら大丈夫なんだよな。でも猫って言っても妖怪だし、通用するのかな。わかんねえけど、次の隠れ場所考えといた方が良さげじゃね。と言っても屋内は他の生徒を巻き込むかもしれないしな。その必要はないぞ。
前たちはここでバラバラに切り刻まれる。やっぱだ。もうどうすればいいの。叫べ叫べ、命乞いをしてみろ。やばいやばいやばい、サムサイコやばい。弱点とかねえのかよ、ネコジャンチ。それは想像したらちょっと可愛いかも。トガンゼバイインストリーム。くそ、またか。俺様の体のパーツのくせに。パーツじゃねえ、あたいたちは一個人だ。ジンペイ、今のうちだぞ。お前らバキエラたちが時間を稼いでる。この隙に逃げるっしょ。砂漠エリアの峡谷地帯とはかなり複雑な地形をしている。考えてる余裕ないよ。そこに向かおう、ジンペイくん。つくじゃー、走りすぎて腹いって。周囲に奴の気配は感じないが。やっと逃げ切れたってことか。そんなわけないだろう。ジンペイ君、何か手はないのか。何、首輪に文字が。猫にまたたび。さあ、いよいよ死ね。こうなったら一か八か。ジンペイ君、猫にまたたびって言って。なんで。なんでもいいから。猫にまたたび。なんだ。ジンペイ君、大丈夫？なんだかわからないけど助かったぜ。くそ、首輪が動き出しやがった。力が、やった！これでミケッティを制御できる。制御だと？調子に乗るなよ。貴様ら全員血祭りにあげてやる。ジンペイ君。おう、猫にまたたび。クソが。おいおい、この辺にしとこうぜ。皆さん面白そうなことやってますね。エルゼメキア、私も仲間に入れてちょうだい。ふざけるな。特にそこの強烈猫ちゃん、面倒になる前に消えてほしいな。あ、というわけでここで新たなワンちゃんキャラを召喚。それがし、ピットブルと申す。依頼され、人を殺める家業を生業として。なんか犬っぽい奴らが出てきたぞ。しかもすごい強そう。もう勘弁して。宇宙の殺し屋。くそ、この首輪さえなんとかできれば。始末してくれる？見たところ年端もいかぬ子供ばかり。このまま死ぬのはさぞかし悔しかろう。だがそれがしも鬼ではない。それで
最後の時を過ごさせて。はあ、ちょっと何言ってるの。私たちがこのまま逃げるとは考えないのか。そんなつもりが毛頭ないことぐらい、お主の目を見ればわかる。そう、戦士の目を見る。基地へ向かう覚悟ができたならば、この場に戻ってくる。せいぜい楽しい時を過ごすんだ。勝手なこと。なんでワンちゃんって言うこと聞かないやつばっか。ここ、なんでクロワッサン峡谷って名前なんだろう。立ち並ぶ岩が層になってるからじゃないかな。なるほど、そうかもしれない。本当は驚きの真実が隠されていたりしてね。とある没落貴族が黄金のクロワッサンを埋めたとか。